こんにちは、しなたんです。今回はですね、私の週末のご飯ということで2日間のご飯をちょっと撮ってみきました。この2日間は家から一歩も出ず、でも最近あまり自炊もできていなかったので自炊を頑張ろうっていう2日間です。なのでまあお家で全部ご飯を作ったりとかしてるんですけど、まあ、結構簡単なレシピばっかりなので、ぜひぜひ参考に楽しんでみていただけたら嬉しいなと思います。ということで、朝はもう本当にシンプルな和食を作りました。お味噌汁と、まあ、お漬物を添えて、あとご飯は私いつも玄米食べているので、玄米とこの焼き鮭ですね。こんな感じです。もうザ和食っていう感じですよね。あ、でそのあと今回は、まあ、コーディネートもちょっと記録しておこうかなと思って、2日間分のコーディネートも一緒に紹介していこうと思います。本日のコーディネートはこんな感じです。じゃーん。最近はもうスカートをレイヤーするのにめちゃくちゃハマっているので、アベンマのセレクトアイテムなんですけど、小さくのレースのブラックのスカートをレイヤードしてます。で、中はサイドがレースになってるフレアパンツで、めっちゃ可愛いです。ブラックとブラックで、こういったレイヤードスタイルの中では挑戦しやすい合わせかなっていう感じです。トップスもアベンマの、これはオリジナルのアイテムなんですけど、フロントにジップがついたスウェットを合わせてます。お家なので結構楽ちんコーデ。あ、でこのメガネは2月22日に出る、これもセレクトのアベンマの新作のメガネです。すごい縁がしっかりあって、結構四角いなんか角張った感じのメガネでアクセントになって可愛いです。今日はこんな感じです。はい、ということでお昼ご飯を作っていきたいなと思うんですけれども、今回のこのお昼ご飯はですね、私結構 YouTube でその海外の方の動画とかを見るのが好きだったりするんですけど、それこそその海外の方の YouTube で What I Eat in a Dayをやっていて、そこで見つけたレシピ、知ったレシピになります。メインはお蕎麦なんですけど、こんな感じでまず豆腐を焼いていきます。ちょっとこう短冊切りみたいにして、で味付けは私は醤油だけにしたんですけど、まあ、他なんかもうちょっと味はつけてもいいかなっていう感じです。あとまあきゅうりも切って塩もみをしておきます。なんかこのレシピは日本ではあんまり見ないというか、なんかお蕎麦って結構まあシンプルな印象があるかなと思うんですけど、まあ海外のレシピなのかな。だから結構いろんな工夫がされていて、もう新鮮な感じっていうのと、普通に美味しそうだなっていうふうに思ったので、今回はこれを作ろうかなと思って。そう、このレシピのなんか新鮮だなというか新しいなって思ったのが、この枝豆をね、お蕎麦と一緒に混ぜ込む、お蕎麦に入れて混ぜて食べるんですよ。これがなんかすごい私的には斬新だなっていうので、ちょっとやってみたいなと思って。でこの色合いもすごいなんか可愛いじゃないですか。このお蕎麦のカラーと枝豆の鮮やかなグリーンが可愛くて、そこもなんかちょっといいなと思って、やっぱこう見た目が可愛かったりとか、なんか色が鮮やかだったりすると美味しそうに見えるじゃないですか。だから本当に簡単で彩りも良くって美味しそうで、これはちょっとぜひみんなにも作ってみてほしいなって思います。あ、でそう、このね、食べるラー油をかけることでやっぱさらに美味しくなるので、これは結構マストでかけてください、ぜひ。なんかお蕎麦とかって結構全部使い切れなかったとか余ってたりすると思うので、これは結構このランチとかにもすごいぴったりでいいなと思ったので、これからもちょっとちょこちょこ作っていくかなって気がします。はい、ということでちょっとティータイムに入ろうかなと思うんですけれども、私アーモンドミルクのラテがすごく好きで、私がそのハマったきっかけはお店があるんですよ。抹茶とほうじ茶のラテがあるお店、なんだったかな名前、前の Vlog でも確か載せたと思うんですけど、抹茶アーモンドラテとほうじ茶アーモンドラテがすごい美味しくって、そこのいいところが無糖のラテなんですよ。もうずっとずっと飲んでたんですけど、自分でもちょっと作れそうだなと思って、ある日その作ってる方をちょっと盗み見みたいな感じでして、作り方を盗んで、最近自分のお家でも作っ
作っちゃってます。今日はちなみにほうじ茶のアーモンドミルクラテを作りました。マジでこれ本当に美味しいのでぜひ作ってみてほしい。ちなみにアーモンドミルクは絶対アーモンド効果がおすすめです。すごいコクがあるっていうかクリーミーで、すごい美味しいんですよね。本当はねもっと飲めるぐらい本当に美味しいんですけど、さすがにまあ飲みすぎもねあんまり良くないかなって思うので、まあアーモンドミルクといえどなので 250ml ぐらいかなを目安に結構毎日のように飲んでますね。ということで、じゃあ夜ご飯をね作っていきたいなと思います。今日の夜ご飯はもう簡単にできるグリル野菜とグリルチキンを作っていこうかなと思います。焼いてる時間はまあちょっとかかっちゃったりとかするんですけど、まあ、全部そのグリルに並べて焼くだけなので工程的にはすごくシンプルで簡単かなと思います。チキンはちなみに下味をちょっとつけるためにお酒と醤油、あとはまあハーブのソルトを入れてこうちょっと揉み込んで10分ぐらいかないいと思うんですけど軽く置いておきます。でその間にグリルする野菜を切っていくんですけど、今回はこのじゃがいも、これ新じゃがでねめっちゃ美味しいんですよ。ホクホクでめっちゃおすすめです。あとはまあズッキーニとレッドオニオンも使っていくんですけど、ちょっと明日のためにピクルスを作ろうかなと思うので簡単酢につけて置いておきます。まあ一晩ぐらい置いておけば簡単にピクルスできるので、私結構このレッドオニオンピクルスするのすごい好きで、色が鮮やかじゃないですか、まずレッドオニオンって。だからその色合いもすごく良くなるし、で普通に美味しいし、いろんな料理に使えたりするので結構これは定期的に作ってる作り置きレシピかも。ちなみに私のお気に入りはゆで卵にこのピクルスを乗せてその上に食べるラー油をかけて食べるのがマジで美味しいのでぜひやってみてほしい。あとで一緒にオーブンでまとめてやっちゃうんですけど、ちょっと鶏肉だけの大きいので火が通るか心配なので先にちょっとだけ炒めて焼いておきます。本当に表面を軽く焼き色つけるぐらいで大丈夫かなと思うんですけど、軽くちょっとだけ火を通しておきます。私は今回オーブンは200度で、まあ、10分ぐらいずつかな、こう表裏ひっくり返したりとかして焼いていきました。もう野菜もこんな感じで全部ブワーってクッキングシート引いて並べちゃって、ここにオリーブオイルと、あとはもうほんと簡単にこのハーブソルトをバーってかけるだけなんですけど、このハーブソルトもねマジで優秀で、私めっちゃ使ってる。こういったグリル系にも使うし、なんかちょっとオムレツっていうかスクランブルエッグとかにもバーってかけたりするし、アボカドトーストとかそういうちょっと洋風なご飯の時とかは結構このハーブソルトで味付けばって済ますことも多いので、これめっちゃ使えますね。でしかもめっちゃ美味しくなる。ちなみに気づきました皆さん、私これね完全に作りすぎなんですよなんかやっぱ一人暮らしって本当に量が難しくて、野菜とかもやっぱちょっと残っちゃったりとかするんですけど、まあ、今回のこのグリル野菜とかはちょっとは日持ちするかなと思うので、残ったらまあ冷蔵庫に入れておいたりとか、あとこのグリルチキンもさすがに1枚を1日で1食で食べるわけではないので半分ぐらい取っておいて、これもねまた明日ちょっと活用していくんですけど、今回夜はこれの半分ぐらいかなを食べます。やっぱなんかこういうグリル系ってすごいなんだろう、特別な料理に見えますね。なんかクリスマスとか大皿でみたいなイメージがあるから、客観的に見てて一人暮らしの料理かって思いましたあ、でこの豆腐はですね、お昼の残りの半分の豆腐なんですけど、こんな感じで塩をちょっと両面に振ってあげて一晩寝かせておきます。これ最近ね SNS で結構私もよく見るんですけど、バズってる豆腐生ハム巻き
みたいなのを作ってみようかなと思って、私も初めて作ったんですけど、なんかこの豆腐を一晩こうやって寝かせることで、ちょっとこうチーズっぽくなるみたいな感じだった気がします、確か。私今回は木綿でやっちゃったので、あれだったんですけど、本当は絹とかでやるともうちょっとクリーミーでいい感じになるかなと思うんですが、これもちょっと明日ね、食べていこうかなって思います。グリル野菜ももうほぼほぼ完成はしたんですけど、このポテトとズッキーニだけもう少しだけ5分ぐらいかな追加で焼いていきました。ちょっとまだ硬いところもあったりするかなっていう感じだったので、そこはまあ様子を見ながら時間は調節していくのがいいかなと思います。うん、美味しいって言ってますねそしたら盛り付けをしていきます。もうご飯は一気に炊いて冷凍をして小分けにしているので、冷凍を解凍してこんな感じでお野菜とチキン並べてワンプレートですね。夜ご飯はワンプレートもなんかおしゃれに見えますよね。カフェっぽいというかこんな感じです。美味しそう。グリル野菜ってなんでこんなに美味しいんですかね。か普通に焼くのとはまた違った美味しさっていうか、本当にもう美味しすぎてびっくりしてます特にねこのズッキーニもめっちゃ美味しくて、もう本当にトロトロぐらいまで結構しっかり焼いたので、本当に最高でした。このグリル野菜は簡単にお野菜もたくさん取れるので、いろんな種類がで、シンプルな味付けなのでそんなに食べ飽きないかなっていうのもあるし、なんかその時の旬のお野菜とかを使ったりとかしてもいいかなと思うので、またいろいろ時期に合わせていろんなお野菜グリルにしていこうと思います。ということで、デイ2でございます。また朝ごはんからね作っていくんですけど、なんかこの動画ずーっと食べてるから食べ過ぎな気がしてきました全然そんなことないと思うんですけど、ずっと食してるので何かをちょっとなんか罪悪感ありますけど、今日の朝ごはんは昨日は和食だったので、今日は洋風の朝ごはんを作っていこうかなと思います。このパンね、なんかプロテインなんちゃらみたいな感じのパンで、そのプロテインが多分含まれてるのかな、まあ、ヘルシーなパンなのでちょっと気になってたんですけど、今回初めて使ってみました。昔はこういうのが混ざってるのとか絶対に選ばなかったけど、最近はもうやっぱこういう系の方が美味しいなって感じるようになってきたので、やっぱちょっと成長したなって思ってますで、パンに塗るのもカッテージチーズにして、ちょっとヘルシーを意識しながらパンを作っています。なんか私もそんなすごい制限をするご飯は食べれないんですけど、食が大好きなので、なんかこういう本当ゆるくちょっと変えれる、ヘルシーに変えれるところは変えようかなみたいな思考で割と普段過ごしているので、こういうところから徐々にゆるく食事制限というかをしてる感じですかね。朝ごはんはこんな感じで出来上がりました。昨日のそのグリル野菜も残ってたのがあるので、ブロッコリーとポテトを一緒に食べようかなと思います。このオムレツてかスクランブルエッグか、もうカッテージチーズ入れてるんですけど、すごい美味しいです。これなんか一見合わなさそうだけど、カッテージチーズも言ったらチーズなので、ほんと普通にチーズ入りのスクランブルエッグみたいな感じで、タンパク質もカッテージチーズが多いのでプロテインも取れるし、おすすめレシピですねこれは。はい、ということで本日のコーディネートはこんな感じです。今日も今日とってスカートレイヤードしていますが、今日はデニムに合わせてみました。ちなみにこれ3個とも全部ベンモアの新作のセレクトのアイテムです。このトップスはねもう2日に販売してすぐソールドアウトになってしまったんですけど、そこのスカートとデニムは22日に発売する予定のアイテムでございます。このめっちゃ生地たっぷり使われたフリルのスカートも可愛いし、デニムもすごいダボっとした感じで形も可愛いし、色合いもとっても可愛いです。でちょっと今日全体的に
ゆるい感じ、ダボっとした感じなので髪の毛はすっきりお団子にしてみました。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じです。こんにちは。ということでお昼ご飯を作っていきたいなと思うんですけれども、あの昨日ね言っていたこのグリルチキンを余らせてたと思うんですけど、このグリルチキンを使ってトルティーヤを作っていこうかなっていうふうに思います。トルティーヤもね本当に簡単ですよね。このパンっていうか生地になんか具材包んで食べるだけっていう本当に手軽な簡単料理だと思うんですけど、こんな感じ、ちょっとトルティーヤをまず温めて、フライパンで温めてあげて、そこにお野菜と、まあ、このチキンと、あとはその昨日作ったあのピクルスも一緒に入れてあげて、あとはこのチーズもねちょっとかけてあげるとやっぱり風味も出るし塩味も足されるかなと思うので、私はこの場合はなんか特にソースつけたりとかしないでも全然味しっかりしてたのでつけてないんですけど、まあ、なんかちょっと照り焼きっぽいソースとかを作ってあげて一緒につけたりとかかけたりとかして食べてもいいかなとは思います。ということでこれが私のランチです。ちなみになんですけど、私ご飯食べるときはいつも YouTube とかを見ながら食べることが多いですね。なんか実家に行った時はやっぱりみんなと話したりとか、まあテレビはついてたんですけど、やっぱ一人で食べるってなるとなんか無音で食べるのも違うしなっていう。でテレビも本当に最近は見なくなっちゃったので、基本的にまあ YouTube だったりとか、たまにまあネットフリ見たりとかする時もあるんですけど、やっぱ YouTube のその尺がご飯食べるのにちょうどよくて、いつも YouTube を流しながら食べてますね。ということで本日もティータイムの時間がやってまいりました。昨日はねほうじ茶アーモンドラテだったと思うんですけど、今日はその抹茶アーモンドミルクラテを作っていこうと思います。これもね買ったんですよ、私この茶せんを。そのお店で見た時に、それこそお抹茶って頼んだ時に見たんですけど、やっぱちゃんと茶せんでこうやってお抹茶立てたりとかしてて、わこうやって作るんだと思って、まあ茶せんしなくてももちろんなんかなんだろう、ミキサーというかハンドミキサーみたいなのでもいいと思うんですけど、私やっぱちょっと形から憧れて入っちゃうタイプなので、茶せんも買ってこんな感じで作ってます。これがね本当に美味しいんですよ、マジで。最近やっとなんか高温のぐらいかなっていう配分を見つけたので、ようやくなんか自分の好みの濃さが安定してきましたね。なんかあんまり濃すぎてもやっぱお抹茶なのでちょっと苦かったりとか、あんま薄すぎてももうちょっとこう抹茶の風味欲しいなってなるんですけど、結構ベストな配分で最近は安定して作れてますね。でなんかこの日すっごい疲れたのか分かんないですけど、めちゃくちゃなんか眠くなっちゃって、ちょっとお昼寝を兼ねてちょっとだけ寝ましたお昼寝ってほんと幸せですよね。なんか贅沢に時間を使ってる感じがする。でも本当に一日って早くて、あっという間に暗くなるし、あっという間にお腹空くんですよね本当にびっくりしちゃういつも。ということで夜ご飯も作っていきたいなと思います。あでももうあっという間にラストのご飯ですね、この動画では。まあラスト夜ご飯はちょっとまあ和と洋のミックスというかな感じで作っていきたいなと思うんですけど、まずは付け合わせのねこのきゅうりと塩昆布を混ぜてちょっとだけ時間を置いておきます。今回はあの昨日朝ごはんで食べたあの鮭を使っていこうかなっていう風に思ってて、昨日あの2匹一緒に焼いたと思うんですけど、それを焼いた後ラップ包んで冷凍していたので、それを解凍してこんな感じでちょっと身をほぐしてあげます。あの混ぜご飯的な感じにしていこうかなって思ってるので、この骨とかもちゃんと取り除いてあげないとやっぱちょっと怖いので、先にこう鮭をほぐして骨を取り除いて下準備をしておきます。鮭混ぜご飯ってめちゃくちゃ美味しくないですか？私すごい好きで、なんか炊き込みご飯とかもそうですけど、なんかこうご飯と何かを混ぜてあるみたいな、
混ぜご飯みたいなのが本当に昔から結構好きなんですよね。小学校の頃わかめご飯とかもすごい好きだった覚えあるし、炊き込みご飯とかもめちゃくちゃそれだけでバクバク食べてたぐらい結構好きな料理ですね。で、あ、そう、このお豆腐ね、これは昨日塩を塗って一晩置いてあった豆腐です。これを生ハムにこうやってくる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 巻いていくんですけど、これがなんかバズっててすごい美味しそうだなと思って、いつかやろうと思ってたのでちょっとこの機会に作ってみました。一晩置くっていうのでちょっと準備はいるんですけど、でもすごい簡単だから、なんかちょっとしたおつまみとかお酒飲む人とかにめちゃくちゃいいなと思うし、しかもすごいおしゃれな見た目なのでテンションも上がりますよね。私はちなみにこの生ハムのやつにはオリーブオイルとあとバジルをちょっとかけてみました。やっぱバジルと生ハムって絶対間違いないじゃないですか。美味しかったです。これ本当はでも絹豆腐でやりたかったですね。やっぱちょっと木綿だとやっぱり少し口触りが絹の方が滑らかかなと思うので、次回はちょっと絹でやってみようかなって思ってます。ということで最後のご飯、2日目の夜ご飯できました。ちょっと今回は混ぜご飯なんですけど、そのまま食べるとかじゃなくって、こう海苔で巻いてあげて食べるみたいな感じで、プチ手巻き寿司みたいな感じで食べていったんですけど、すごい美味しかったです。やっぱ海苔もパリパリの状態で食べれるし、でこの混ぜご飯も結構鮭が塩の味がしっかり効いているので、そこまでなんか他の味付けとかはしてないんですけど、十分味もしてとっても美味しかったです。これハマってね2日後ぐらいも作りました、実は。はい、ということで今回はこんな感じで2日間の食事を記録取っていきました。結構まあね、この2日間は自炊頑張ろうっていう2日間だったので、なんかいろいろ品数も作ったりだとか色合いとかも気にして、まあ、やっぱ YouTube も撮ってるっていうのもあるんですけど、そう気にしてね作っていったんですが、まあ普段こんな食事をずっとしてるわけではないですし、もっともっとなんかコンビニの冷凍のものを買ってチンして食べるとかも全然あったりはするんですけど、やっぱこうやってご飯作って食べるのもなんかやっぱ QOL が上がる感じがするし、何よりもやっぱ健康かなっていう風に思うので、やっぱ自炊はね今後も続けていきたいなって思います。なんかもっともっといろんなレパートリー増やしたいし、今回もまあその使い回すっていうか食材が余らないようにっていうのも考えながら一応料理を作っていったつもりではあるので、まあぜひ参考になったら嬉しいなっていうふうに思います。まあ今後もちょっと料理頻繁に続けていきながら、もっともっと上達できるように頑張りたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。